どうもダイビングが大好きなソラです。今回なんですけど、自分が普段使っている撮影機材について、紹介してみようかなと思います。自分の YouTube とか、Instagram を見てくださった方から、どういった、撮影機材で普段撮影しているのっていうふうに、聞かれることが、多くなってきたので、まあ、今回、せっかくなので自分が普段使っている、撮影機材について、簡単に紹介していこうかなと思います。まあ、興味がある方いらっしゃったらぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていきましょう。ということで、今回はですね、自分が普段、水中撮影で使用している機材について、紹介していこうと思うんですけど、まずは、自分が普段使っているメインカメラについて、紹介していこうかなと思います。自分が今、メインのカメラとして使用しているカメラがこちらですね。ソニーのミラーレス一眼レフの α7S3 っていうカメラを、使用しています。まあ、こちらのカメラ、販売からもう4年ぐらい、経ってるんですけど、まあ、それでも全然現役で、使えるようなカメラになってます。こちらの、α7S3 の特徴としては、すごく、動画の性能が、いいカメラになってます。 4K120fps っていう 4K で、かなりのスローモーションが撮影できたりだとか、あとは 10bit のログ撮影なんかができるので、まあ、カラーグレーディングとか、される方にはすごくおすすめのカメラかなと思います。あとはですね、暗所耐性が、すごく強いので、まあ、例えば洞窟とか、暗い場所で撮影するときに、まあ、結構 ISO を上げると思うんですけど、 ISO を上げても結構ノイズが乗りにくいような、カメラになってます。なので、今出ているような洞窟での撮影でもノイズの少ない、綺麗な映像が撮れるっていうのがこのカメラの魅力かなというふうに思います。割と水中って暗い場所で撮影することもあるので、まあ、このカメラ結構水中撮影に向いてるかなっていうふうに個人的には、思ってます。逆に弱点としては、このカメラ画素数がすごく低くて1210万画素しかないです。なのでちょっと前の iPhone13 とか14とかと同じぐらいの画素数になります。最近の iPhone15 Pro とか15とかになると多分画素数だと負けてるようなカメラになります。まあ、それでもまあ自分の普段の写真撮影ではめちゃくちゃこうクロップしたりとか、あとは拡大コピーとかはしないので、まあ、全然写真撮影でもこのカメラでいけてるっていう風な感じです。普段自分がインスタグラムとかに上げてる写真もこのカメラで撮影したような写真になります。まあ、自分も今後 8K を撮ってみたいなとか、あとは写真の撮影もっとしてみたいなとか思ったら、まあ、もしかしたら買えるかもしれないですけど、まあ、今のところ、まあ、このカメラで十分満足しているかなというふうに思います。次に今紹介した α7S3 につけているレンズについて話していこうかなと思います。自分は普段水中撮影で基本的に使っているのはこちらの2本になります。こっち側がソニーのザイスの 16-35mm f4 っていうレンズで、こっち側のレンズが G レンズですね、 90mm のマクロレンズになります。普段広角の撮影をするときはこちらのザイスのレンズを使ってます。このレンズを選んだ理由としては、まあ、値段がお手頃だったっていうのが一番の理由です。あとは描写もすごく良くて自分は個人的に気に入ってます。まあ、できたらまあもちろん GM のレンズとか使ってみたいなと思うんですけど、もう高すぎてちょっと買えないので、まあ、自分もいつかは GM のレンズ使ってみたいなと思うんですけど、まあ、それまではこのサイズのこちらのレンズを使用していこうかなと思ってます。今出ているのがこちらのサイズのレンズで撮影した映像になります。画角が最大で 16mm まで広げられるので、まあ、ケラマの海の透明度とかを表現したいときはこちらの 16-35 のレンズを使用して撮影しているっていう風な感じです。逆に普段マクロの撮影をするときは先ほど紹介したこちらの 90mm のマクロレンズを使用しています。こちらのレンズ、ソニーの純正のレンズでは、まあ、唯一 90mm のマクロレンズになっているので、まあ、基本ソニーの、カメラ使っている方でマクロ撮影、純正のレンズしている方は割と、このレンズ使っている方多いんじゃないかなと思います。まあ、このような感じで映像も、すごく綺麗ですし、ボケもすごく綺麗かなというふうに思います。写真の撮影でも十分使用できて、まあ、このような感じでウミウシだったり、あとはピグミとか、ちっちゃいようなマクロ生物というのも、綺麗に、撮影することができます。個人的にはあとはこのレンズ2本に加えて標準域のズームレンズと、あとは単焦点のレンズが1本欲しいなと思ってるんですけど、
水中撮影されている方、みんな思ってると思うんですけど、高いですよね。お金がめちゃくちゃかかるので、まだ買えてないです。基本的には水中は今はこの2本しか、気温は使っていないというような、状況になります。なので、まあ、いずれは、標準域でズームレンズとか、あと単焦点と、あとは GM のレンズなんか、使ってみたいななんていうふうに、思ってます。次にですね、ハウジングについて、話していこうかなと思います。まあ、先ほど紹介した、一眼レフとかを水中に持っていくためには、ハウジングっていう外側にこうなんていうんですかね、防水ケースみたいなのをつける必要があります。自分は今こちらのノーティカムさんの、ハウジングを普段使用しています。初めて、水中撮影用に買ったハウジングがこちらのノーティカムの、ハウジングになります。ノーティカムのハウジングの特徴としては、まあ、ボタンが、操作しやすいというのが一番の特徴で、まあ、今のハウジングだとまあ割と当たり前かもしれないですけど、カメラの、全てのボタンをしっかりと押せるっていうのが、すごく、いいかなというふうに思ってます。あとまあこれも、最近のハウジングにはよくついてるんですけど、リークセンサーっていうのがついていて、まあ、陸上で水没のチェックっていうのができるのも、すごく、楽なおすすめな点かなというふうに思います。まあ、ただこちらのノーティカムのハウジングなんですけど、めちゃくちゃ高いんですよね。もうとにかく高くて、自分が買った時でも30万後半ぐらいだったんですけど、今値上がりしてて50万ぐらいするんですよね、このハウジングが。まあ、なので、まあ、もし、まあ、今後カメラとか変えたらどうしようかなっていう感じですね。まあ、このノーティカムのハウジング、すごく使いやすくてめっちゃ気に入ってるんですけど、まあ、もう一個買えるかって言ったら、まあ、そこまでの余裕はあんまりないので、そこだけがすごく悩みかなというふうに思います。値段以外は、もう全てめちゃくちゃ気に入っているので、まあ、お金に余裕がある方はぜひこちらのノーティカムのハウジングでおすすめかなというふうに思います。次に、ポートについて話していこうかなと思います。まあ、先ほどのハウジング、見てもらったら分かるんですけど、まあ、このような感じでカメラを守る部分は、こちらでできるんですけど、その先レンズをつける部分をポートって言って、まあ、その部分が、ハウジングのプラスして、必要になってきます。で、普段自分がマクロ撮影で使用しているのがこちらの、ポートになります。これを、ハウジングの前面にこう取り付けて、使用しているような形です。こちらはノーティカムの、ソニーの 90mm のマクロレンズ用の、ポートになります。水中撮影で一番面倒くさいというか嫌なのが、このレンズに対応したポートを買わないといけないっていうのが結構、難点で、まあ、ある程度同じような形のレンズだったらこのポートを使い回すこともできるんですけど、まあ、少しこう長さが変わったりとか、レンズの径が大きくなったりすると、ポートが使えなかったりするので、まあ、レンズごとにこうポートを買わなきゃいけないっていうのもちょっと、難点かなと思います。なのでこちらのマクロポートでは広角のレンズでは使用できないので、広角の撮影をするときはまた別でこういったですね、ワイド撮影用のこういったドームポートっていうのを使用しています。こっちは自分はノーティカムの純正じゃなくて、このアテナさん、アテナ工房さんかなっていうドームポートのメーカーさんがあるんですけど、そちらのドームポートを使用しています。なんでこのドームポートにしたかっていうと、たまたまメルカリでちょっと安く売ってたからです。はい。あとは水中撮影されている方に聞いて、アテナのこのドームポートもすごくいいよっていう風にお勧めしてもらったので、自分はこっちを使用しています。ノーティカムの純正のポートはやっぱりすごく高いです。値段がすごく高いので、まあ、自分は今こちらのドームポートで十分満足しているかなっていう風な感じです。まあ、このドームポートもレンズの画角だったり、あとは長さによって調節していかなきゃいけなくて、まあ、間違ったポートを買ってしまうと画面の隅が蹴られちゃったりとかするので、ドームポートとか買うときは知識のある方、まあ、ショップの人に聞くとか、こういった機材を販売しているメーカーさんに直接聞いてみるのが一番いいかなというふうに思います。次に自分がサブカメラとして使っているカメラについて紹介していこうかなと思います。自分がサブで今使っているのがこちらの GoPro になります。まあ、普段ガイドするときとか一眼レフ持っていくときのサブカメラとして使っているのがこちらになります。
まあ、この GoPro の一番の魅力はやっぱりこのコンパクトさ。コンパクトだけどやっぱりこの高画質 4K 以上の画像を綺麗に撮影できるっていうのが、すごくおすすめなところかなと思います。やっぱり一眼レフとかこう持っていくと結構邪魔になるんですけど、この GoPro1 台だけだったら普段のガイド中とかでも気軽に撮影できるので、まあ、そういった面で普段使用率としてはこっちの方が7は高いぐらいな感じで使ってます。こういったアクションカメラっていうのは、まあ、GoPro の他にも最近だったらインスタ360が新しく出したアクションカメラなんかもあるんですけど、まあ、動画とか見てるとホワイトバランスの性能とかはね向こうの方がいいような気がします。インスタ360が出してる新しいアクションカメラの方が、まあ、水中の撮影っていうのはすごく綺麗に撮影できてるかなと思います。それでも自分がこの GoPro を使ってる理由はこれですね。このワイコン、ワイコンと併用できるっていうのがすごく魅力かなと思ってます。やっぱり画角もそうなんですけど、このワイコンつけて撮った時の画質っていうのがすごく綺麗で、自分は気に入って使っている感じです。なのでもしインスタ360用の、ワイコンとかが出始めたらちょっとどうしようかなって迷うかなと思います。ただまあ今年もおそらく GoPro 新しいやつが出るかなと思うので、まあ、その時にまあどれだけ変化するかで自分は選びたいかなと思ってます。こちらのワイコンについては今 GoPro 用のワイコン2種類出てます。 AOI さんっていうメーカーが出しているワイコンとこちらのイノンさんが出しているワイコンの2種類があります。自分は最近はこのイノンさんのワイコンを使うことが多いんですけど、何が違うかっていうと性能面はほぼほぼ同じような感じです。なんですけどこのレンズ、まあ、ワイコンってどうしても傷が入りやすいんですけど、傷ついた時のこの修理費用がイノンの方が安いんですよね。 AOI さんの方はだいたい2万円以上、かかっちゃうんですけど、イノンの方はその半額、だいたい1万円ちょっとぐらいで直してくれるので、そういった面で自分は最近こっちのイノンさんの、ワイコンを、使っているっていう風な感じです。最後にですね、ライトについて紹介しようかなと思います。自分が普段の撮影で使用しているライトはこちらですね、 RG ブルーさんのツインライトを使用してます。ちょっと紹介がしづらいんですけど、こんな感じで RG ブルー普段持ってる方も多いかなと思うんですけど、その先にこの2個のライトがついてて、まあ、これをうまく使用して写真とか動画を撮ってるような感じです。まあ、特にマクロの撮影をするときに、このツインライトを今は使用してるかなと思います。ワイドの撮影するときは自分は基本的にはできるだけ自然光で撮りたいなと思ってるので、まあ、基本は自然光を使って、撮影してて、まあ、たまにですけど、まあ、ライトで照らしたりもするかなぐらいな感じです。このツインライト、何がいいかっていうと、専用の器具を取り付けることでポートの前面にこの2つのライトを取り付けることができるので、被写体にこうしっかりと綺麗に光を当ててあげることがしやすいです。なのでまあ特に普段のマクロ撮影の時はこちらのツインライトを使用しているような感じです。ということで今日はですね、自分の撮影機材について紹介してみました。自分はまあカメラ大好きなんで、まあ、こういった機材の話とかするのが好きなので、まあ、カメラが好きな人いらっしゃったらぜひそういった話もしてみたいなと思ってます。まあ、なかなかこう水中撮影のやり方っていうのは結構こう我流でやっちゃってるところがあるので、ぜひいろんな人のお話を聞いてみたいなと思うので、まあ、もし自分も水中撮影してるよとか、こういったことしてるよっていう方いらっしゃったら、ぜひコメント欄とか DM で教えていただけたらなと思います。まあ、陸上の動画とか写真の撮影も好きなんですけど、やっぱりこの水中で撮るっていう面白さもあるかなと思うので、まあぜひ水中撮影されてる方と一緒に潜ってみたいなっていうふうに思ってます。自分はこのような感じで水中の撮影機材の紹介だったり、あとはダイビングポイントの紹介なんかをしていますので、興味がある方いらっしゃったらぜひグッドボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。